どうもなるろです。はい、先日の11月2日のなるろライブ in 福岡、ご来場くださいました皆様、そして生配信とそのアーカイブご視聴くださった皆さん、本当にありがとうございました。はい、ドキドキのですね、なれろ主催ライブボリューム2も無事終わりまして、その前の9月のツアーも無事終わりまして、今年のなれろライブは以上で全部無事終了いたしました。そしてここで皆様に次のなれろライブのお知らせをしたいと思います。はい、来年なんですけど、2024年の1月27日28日 2days で、以前ですね、今年3月のお世話になりましたバックインタウンさんにお邪魔をさせていただくことになりました。ありがとうございます。はい、1月末の東京、寒い怖いね、詳細はレナちゃんから言っていただきたいと思います。はい、1月の27日土曜日は5時半オープン、6時半スタートとなっております。そして翌日の28日日曜日は時間帯が変わります。4時オープン、5時スタートとなっております。そしてチケット金額は7000円となっております。チケット予約開始日は11月22日昼の12時から、バックインターンさんのホームページから予約ができますので、よろしくお願いします。またこちら先着順となっておりますので、早めの確保よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。来年の2024年初ライブが東京バックインターンさんで決まりまして、チケット7000円おやちょっと高いと思っていらっしゃる皆様へ、これなぜかと言いますとですね、なんと福岡以外で初のですね、なれろフルバンドメンバーで伺います。はい、なので4人じゃなくて7人で東京まで押しかけます。楽器からってみんなできますので、はい、ぜひぜひご予約の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてですね、先日行われたゲイツセブンのライブ記念グッズですね、もう、なれろショップにて11月22日から発売することになりました。トートバッグ、カレンダー、ステッカーセットですね、こちら販売となりますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、新しいグッズ、次のライブ、嬉しい報告ができて何よりでございます。今後ともなれろどうぞよろしくお願いします。はい、また来年1月に東京でお会いしましょう。